さて、今夜私はまた一人ぼっちです。そして今夜も一人車中泊。今日はですね、北茨城へ向かっています。今日はですね、金曜日の夜もうね11時半なんですけどね、この先とあるパーキングで車中泊をしようと思っています。なぜかというと、再三僕の動画でもご紹介してるんですけど、僕のハイエースは1ナンバーなんですね。なのでいわゆる休日割引とかがね一切効かないタイプの車両になってしまうので、ここで深夜割引を対応させるために夜のうちに出発して、そしてサービスエリアなどで車中泊をして朝ゲートを出ることで深夜割引っていうのが適用されるんですね。途中のサービスエリア、パーキングエリア、車中泊をして、そういうソロ車中泊ナイトとなっております。Here we go。さあ到着しました、目的地。今夜の寝床はここです。今日はこの辺に止めますかね。到着。お疲れちゃん。俺中郷サービスエリア。フードコートは7時から。よかった、朝ごはんは食べれそうだ。まあなかなかにしてルール違反な止め方をしているトラックなんかもねいますけども、これが北茨城の特徴です。なんちゃって天然パーマさて無事到着しましたので、お疲れの乾杯をしようかなと思います。いやー、もう時刻は12時を回ってますんで、まあ、軽く一杯飲んで今日はお休みにしようかなと思いますけども、やっぱりこのお疲れの一杯を飲んでからにしたいと思います。ソロ車中泊、今日も寂しいけどお疲れちゃん。今夜の寝床こんな感じです。広い、無駄に広い。一人で寝るには広すぎる。でね、こちらにちょっととっちらかってますけども、これ私作りました2段ベッドなんですが、まあ諸事情があって冬のことを全く考えずに作ってしまったので、このままだと冬の車中泊でちょっと不便であることが気づきましてね、今日はこの2段ベッドを新たに作り直すためにね、私のお友達のおてつ師匠のところに向かうわけですけども、まあ、可能な限りこれらパーツを再利用して作ってくれるということなんですが、一体どこまでこれらが利用できるのかは分かりませんが、きっといいベッドが完成するであろうと信じて、今夜は一人で寝たいと思います。トラックステーションみたいなパーキングエリアになっているので、周りはもうトラックだらけですね。さっき見たように無謀な駐車をするトラックも何台かいてるんですけど、とはいえね、日本の物流を支えてくれてる運転手さんたちなんで、ゆっくり休んでもらって、また明日安全運転頑張ってください。というわけで私はゆっくりお酒で休憩したいと思います。うまい、天然パーマさて、一人で飲みながら考えてみたんですね。実は今年、俺、ソロ車中泊やってる回数多いなって、ふと気づいたんですよね。今までは、車中泊ってほとんど家族でやってたんだけど、だんだんね、子供たちがね、それぞれで用事を作ってくるようになったんだよね。友達と出かけたりとか遊んだりとか、そういうわけで気がつくと、実はね結構俺ソロ車中泊やってるなーっていう今年だったんですよね。で、ソロ車中泊をした時に、まあ、最後結論として一人で車中泊したって寂しいだけだったと。だからもうやっぱりやりたくねえっすみたいなことを言ったんだけど、ところが実際には今年は結構ソロ車中泊をしてるんですね。動画にしてなかっただけで。まあこれは来るべくしてきた自然の摂理みたいなもんだと思っていて、当然だけど子供たちもこう成長していくに従って、それぞれの友達とか仲間とかとの新しいこう時間を作るってことが増えてくるかなと、機械的に。で、それはずっともともとそういう日が来るであろうってことは十分承知の上で子育てっていうのをやっていたわけなので、まあ来たるべくしてきたのかなというふうにも思っているんですね。まあそうなってくるに従って、父ちゃんのソロ車中泊、ソロサーフィンとかっていうのが、まあ増えたこの1年だったなというわけで、気がつくと、まあそこそこ私ソロ車中泊してるんですね。そこで決めました。これからですね、池さんのソロ車中泊コーナーというね、カテゴリーをもう一個作りまして、いろんなシチュエーションで池さんのソロ車中泊の動画を作っていこうかなと。まあ、つまり、もう原点回帰みたいなもので、車中泊の動画が流行った、やっぱり一番のレジェンドといえば、ラの人じゃないですか。あの方が一人でね、ソロ車中泊をして、スーパー行って、で、お勤め品とかの値下げした食材を買って、車中飯を作って、食って、寝てっていう、あのルーティーンが、そもそも YouTube における車中泊動画の、やっぱり原点だったのかなと。まあ、ぶっちゃけて言うと俺、値引きになった食材ばかりを買って、で、それで車中飯をやる、貧乏臭い車中泊の動画がすごく嫌で、ああなりたくない。貧乏臭い車中飯の動画ってどうなんだろうって、いつも思っていたんですけども、どうやら僕もその領域にようやくたどり着いたようです。というわけでね、これからきっと、池さんの、いや、父ちゃんの、ソロ車中泊っていうのは、どうも回数が増えそうな傾向にありますので、まあ、せっかくなんでね、池さんが一人ぼっちでソロ車中泊するときは、こういうスタイルでやるよみたいなのを動画にしていこうかなーなんてね、ふと思う北茨城のミッドナイト。まあ、そんなんでね、同世代に送る俺たちのバンライフ。意外にこう僕の今本当にドンピシャな同世代の人たちっていうのは結構僕よりももうワンステージ上なんですよね。子育てのステージが。つまり高校生だったり大学生とかを育てている同世代が多い中で、まだ僕小学生っていうね、ビギナークラスなものですから、都度変化に対して免疫がないのでね、ドキ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 しながら、その変化に対して自分のライフスタイルも上手にこう、柔軟に調整していくっていうところを今まさに楽しんでいるので、その中で、ずっとやりたくねえなと思っていたソロ車中泊なんですけど、どうやらこれから俺のメインストリームになっていくんじゃないかなと。ちょっと家族がね、ちょっとずつ巣立ち始めてるなっていうのを感じている昨今でございますね。酔っ払っているので、僕のね、今思うことの全てをさらけ出して話そうかななんてね。一人ぼっちなわけですよ、今。パーキングで。で、見てください、これ。タオルです。黒いタオル。ここのカーテン忘れちゃうんですよ。なんで忘れちゃったかっていうと、妻がいないからなんですよ。妻がいると、そういう細かな装備もちゃんと抜かりなくチェックしてくれるんですよね。ところが彼女がいないだけで、もうね、あらゆるものが足りないってことに、ここに来て気づくわけですね。いわば僕はソロ車中泊ビギナーなわけですね。でもそれも全部許容した上で、まあ、池さんの、あるいは父ちゃんのソロ車中泊ビギナー編、これから楽しんでいくためにもう一つカテゴリーとして新たに立ち上げまして、そこで楽しんでいく動画を作っていこうかなと思っている次第でございますけども、500ml のハイボールを1本飲み干す頃には相当出来上がるわけですね。安いです。47歳のおじさん酔っ払わせるなんてね、198円でね、ちゃんと目的地点に着陸できるぐらい酔っ払うことができます。安いです。明日は朝からお鉄師匠との約束があるんでね、今日はこの辺で、そうそう寝ようかなと思うんですけども、今夜の寝床、こんなに広いんですね。家族4人で寝るにはもう手狭になってしまったので、せっかく2段ベッドを用意したのに、家族が来ない週末っていうのがあったりするんですね、これが。というわけで私今日ね、この大きなベッ一人で貸し切りになるわけですけども、広すぎる。一人には広すぎる。ここをね、うまく有効活用した中年男性のソロ車中泊っていうのをいろいろと、これから冬に入りますんで、私の得意な雪中車中泊、一人でやる車中泊の楽しみ方っていうのを皆さんと一緒に追求していければいいかなと。なぜ皆さんと一緒なんでしょうか。それは私が寂しがり屋だからです。まあそういうわけでね、おじさん一人でやる車中泊の楽しみ方っていうのをいろいろと模索していきたいなと思いますんでね、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願い申し上げます。今夜はこの辺で終わりにしたいと思います。また明日の朝。グッナイト。天然パーマ。おはようございます。時刻は7時半です。起きましょう。さあ、ゆっくり眠れました。今回はですね、こいつを使って寝ました。じゃーん。電気毛布ですね。もうね、こんなペラペラな毛布なんです、一枚なんですけど、もうね、ぬく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 で、めちゃくちゃあったかいです。快適に寝ることができました。だいたいね、まあ、アベレージ 35W から 40W の間で、電力は、消費されていきます。いやー、しかしもうこれ手放せないね。人類の発明って素晴らしい。さあ、7時半ですね。予定よりも30分寝坊しております。早速、準備をしていこうかなと思います。モーニングモーニング。この中郷サービスエリア、朝の7時からフードコートオープンしてるそうなので、朝ごはんを食べに行きたいと思います。Here we go go! 天然パーマ車もたくさん止まってる。ここはね、どうやらラーメンが人気みたいなので、朝ラーします、朝ラー。あ、これだ。ほらほら。じゃあ、中郷ラーメン。中郷ラーメン。お願いします。朝からラーメンしますよ。禁断の朝ラーメンいただきます。レモン入ってる。チャーシュー朝から食べれるタイプのラーメン、すごい軽く食べれてます。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ温まった。さあ、池さんのソロ車中泊動画、これにておしまい。Dude, that father is 10 and permed.